はい、皆さんこんにちは、ポールのマイノリティラジオへようこそ。ということで、今日もラジオ撮っていきます。そう、少しね映像が変わってるかなと思うんですけど、そう、最近前の動画でも言ったんですけど、 Adobe Premiere Pro というねソフトというか、 Adobe のねクリエイティブクラウドっていうサービスに入ったことで使えるようになった編集ソフトを使ってね、ラジオ撮るようになったんで、少しこうテイスト変わってきたかななんて思ってるわけなんですけど、そう、最近というかね、9月の24日からね、ちょっと僕Apple Watch っていうのをね使うようになって、結構ねすごく便利で、買ってからねもう1ヶ月ぐらい経つんですけど、もうほぼ毎日使ってます。でちなみにね、僕が買ったのはね Apple Watch SE というねモデルの GPS モデルというものを買ったんですけど、44mm のスペースグレーというカラーかで、32,800円でした。でね、ちょっとね 44mm ってね大きいやつなんですよ。 40mm か何かと 44mm みたいな感じで、まあ大きい方がいいだろうと思って大きいの買ったんですけど、結構ね画面大きいんで、まあ男性でもそうだから、女性とかね特に小さい方でもいいんじゃないかなと思いました。そう、同時にね Apple Watch 6だったっけなも出てたんですけど、まあ初めてねスマートウォッチ買うってところで、2週間とかで使わなくなる可能性も十分ね、めんどくさがり屋だしあるかなと思ったんですけど、そう、今思えばね、そのしっかり高いグレードの買ってもよかったかなと思うくらい本当に毎日使ってます。で具体的にね何がいいかってとこをね話していきたいなと思うんですけど、そうだね、まずねこう腕でね通知が見られるってところがすごく便利で、LINE とかまあいろいろ Instagram も通知来たりとか、いろんなねもうiPhone で見れるような通知が全部ねこの腕で見れて、特に LINE とか、僕あまりね LINE しっかりね早く返せないんですけど、結構こう急用な LINE とかだったらこう通知で見て、あ、急いで返さなきゃとか、携帯をね確認せずにこう情報が得られるというのはすごい便利じゃないかなと、まあまずね思います。他にはね音楽関連で何かあるかなっていうと、僕 AirPods Pro っていうのを使ってて、それで音楽よく聞くんですけど、外とかでね再生とかね早送りとか曲を選ぶこともねできるんですよ。だから携帯出さずにもう Apple Watch とイヤホンだけでね音楽の操作できて、AirPods ってね音量の調節多分できないんですよ。僕やり方わからないんですけど、Apple Watch のなんか横にねくるくるするやつがあって、それでねこう音量の大きさをねできるってとこがすごくいいなと思います。再生停止とかスキップはね AirPods Pro でもできるんですけど、音量調節がこうできるようになったりとか、あとはね Apple Watch の中に好きなアルバムとか入れたりして、 GPS モデルだと携帯ないとね普通は聞けないんだけど、 Apple Watch の中にこうアルバムを入れておくと、アプローチとイヤホンだけで散歩とか行っても音楽聴けるっていう。そう、あとねセルラーモデルってやつで、このアップルウォッチ自体が通信できるようなサービスに加入してると、もうそもそもそのアルバムとか入れなくても外でねアプローチ単体で通信ができるみたいで、そう、そっちも良かったなってちょっとねまあ思いました。次買うときはそういうのも少し検討しようかななんて思ってます。音楽ねアップルウォッチとか AirPods とか、あと何アップルミュージックかで音楽聴く人だったらすごく便利じゃないかなと思います。あとはね、まあ、音楽じゃないんですけどアクティビティっていうのがあって、1日の、歩数とか、あと24時間で何回こう立ったかみたいな記録したりとか、あとワーキングこの何分歩いたかっていうのを記録するのがあって、自分でこう目標設定とかできるんですけど、あんまりね最初は全然その辺興味なかったんですけど、こう帰り道とかにあと10分歩けば達成されますとかこう通知が来たりすると、ちょっとね遠回りして帰ってやろうかってね、やっぱこうゲームクリアの感覚、健康意識ではなくこの丸を埋めてやりたいという一心でねやってしまうこともあって、まあ結果的にはこう充実した生活が送れてるかなって思います。まあ他には何予定見れたりとか天気見れたりとか、まあその辺はある程度予想つくかなと思うんですけど、全体を通して言えることは何だろうな、こう僕もね買うまではアプローチって何ができるのとか何がいいのみたいなことをねすごく考えてたんですけど、いざねこう使ってみると、そもそも他の時計ではできないことができる、少しできるだけですごく便利に感じるんですよ。日々もう小さいことの積み重ねでアプローチなしでは生活できないなって思うほどこう自分の生活に馴染んだりとか、そうそう、だから実際に具体的にこれができるから買おうってよりは他の時計とかに比べて
便利だから買おうっていう感覚で全然いいかなってね思います。そう、なんか当初のね買う時もね、いろいろこうイチャモンをつけてたというか、充電とかしなきゃいけないのめんどくさいなとか思ったりしてたんですけど、もう全然僕帰ってきたらすぐ充電しちゃうし、家では全然つけないから、その辺のストレスを感じたこと今のところないかな。いや本当にね、なんか気になってる方は一回ね、 SE すごくその 32,800 円って安いと思うんで、安いと思うんでって言うとすごい言い方良くないけど、シリーズ6とかだと4万5万とかしちゃうんで、一旦ねこう気になる方は SE から買ってみて、どんなもんかっていうのをね、自分に合うかとかね、使ってみるといいんじゃないかなと思います。やっぱりこう人から聞いてね納得するんじゃなくて、自分で使うと、ああなるほどってすごく僕はなりました。もちろんねスイカとかすごく便利で使ってたりとか、あとはね僕結構この身の回りでね携帯をねなくすというか、どこやったっけっていうのはよくあるんですけど、 Apple Watch でこうボタンを押すと iPhone が音鳴る機能みたいのがあって、それは結構もう1週間に1回くらい使ってるかなと思います。そうそう、なんかそういうことでもこう小さいことの積み重ねで、もうアプローチって本当に素晴らしいというか、これだっていう魅力がないのにこんなに便利だって思わせてくれる製品って、こう素晴らしいものなんじゃないかなと思うというか、うん、当たり前に突き込んでくるあたり、いや本当にこれからねどんどんいろんな機能がさ拡充されていって、本当に素晴らしい製品になっていくんだろうなと思います。でも本当に今使ってもこんなにね便利なものはないってね僕は思いました。なんでぜひね気になってる方は一回購入検討してみてみるというのではないかなと思います。まあそんな感じでね、今日はちょっと、Apple Watch について話しましたけども、そう1ヶ月くらい僕使って本当に便利だなと思ったし、最近ねいろいろ思うことあったりして、こう新しいものとかをすごくなんか受け入れるのってちょっとこの年になってくると嫌な気持ちとか、昔はこうだったってね年上の人たちが言う気持ちが少しね分かるようになってきてて、けどやっぱり僕はなんか新しいものってしっかり取り入れなきゃいけないし、新しいものが昔のものより優れているからしっかりこう参入してきたりとか需要があるわけで、僕はそこから逃げることはしたくないなと思って、なるべくというか本当に自分が少しでも興味持ったら試してみようって思ってます。なんか他にもこう最近こういうの流行ってますよとかあったら、いろいろちょっとね僕も SNS やってだいぶねアニメとかもいろいろ新しいものを終えるようになってきたんですけど、まあ、まだまだねなんか少しこう社会人として仕事をしてたりするとね、こう最近の流行に乗り遅れること結構あるんで、そうぜひねポールにいろいろ最新の流行りもの等をね教えていただけると嬉しいなと思います。コメント欄でもいいし、Twitter と Instagram 概要欄に貼ってあるんで、そちらもねフォローしていただいて DM とかリップとかいろいろやってくれると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。というところで、普段はね音楽とかの話多いんですけど、こう最近は心を入れ替えてというか、いろいろなジャンルとか自分が話したいと思ったことをねガンガン話していってみようかなと思ってますんで、ぜひなんかこう少しでもね興味持っていただけた方とかいらっしゃいましたらね、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。というところで、今日もおしまいにしたいと思います。はい、11月はね少し動画投稿頑張ろうかなと思ってるんですけど、なるべくね皆さんに多くこの話とか動画をね届けられるように、はい、いろいろ工夫していきたいなと思います。はい、そんな感じで今日おしまいにしたいと思います。どうもありがとうございました。おやすみなさい。